みなさん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのカズでございます。今日もですね、カウントダウン動画です。昨日からこう、3日前、2日前と、カウントダウンしていくぞということでやろうと思うんですけど、今日は、あと2日という動画、あと2日。今日はですね、特に言うこともないんですけど、昨日ね、大体、いつも言っちゃってるんです。今日はほら、せっかくハニーがいるんで、ハニーさん、どっちに来る？こっち、こっち来るか、こっち。はい。ハニーもそのガズレのステイホームのイベントにいてくれる方がいいのかな。ねえ、どうだろう ね。まあまあそのやり取りの中でその皆さんコメントでね、はい、なんかまあ小杉さんとかをこう小杉さんでこうこれできるとかそういうのもね、うん、そのイベントでやろうと思います。あ、ちなみにあこのねここに書いてあるこのあれですよ。はい。チケットはですね、あ、整理してない。5月10日の、はい、14時から、ガズレレのオンラインイベントをやります。はい。チケット代660円税込みになっておりまして、これはですね、もう全世界中の方がここにオンラインで集結して、その中でね、なんかとびっきりのことをやろうといろいろ企んでおるんですけどね、もうね、いろいろ考えすぎちゃってですね、もう私もオンラインイベントっていうのはこの規模でやるのはもう初めてですのでね、まあまあ変、このなんか独特の感じなんですよね。前回もね、あれ、何人だっけ、お試しの時に300人ぐらいの方、なんでもっとすごく多分増えてくれるとね、また新しい世界が見えるかなということなんですけど、はい、チケットの求めこちらからお願いいたします、このリンク。はい、で当日は小杉さんもまあなんという出たり入ったり、まあ、よくわかんないけど、その辺は緩くやろうと思うんですけど、はい、小杉さんのことの質問なんかも受けたまって、まあまあまあよくわかんないですけど、とにかくまあそういう気迫です。はい、そういうことで今日は、あと2日だぞと皆さんリマインドしておいてくださいよ。はい、よろしくお願いします。それではね、まあこんな感じ、また明日もあと1日動画を上げようと思うんで、まあご挨拶です、ご挨拶。みんな元気、うん、元気、音楽しますか ね。はい、それじゃあ、あと2日ですよ皆さん、ガズレレ、お家でガズレレ、ステイホームイベント、またあと2日、ごきげんよう、さようなら。